はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽住のもたしです。今日はですね、全館空調ってどうなのって以前コメントでいただいたので、それを動画作りますってコメントに生かした思い出があって、もう 早めに作った方がいいなと思って、可能な限り早く作りました。ちょっと時間経っちゃったかな、申し訳ないんですけど、全館空調ってどうなんでしょうか。いるのいらないのとか、どの全館空調がいいのかなとか、それによってハウスメーカーを選ぶ方ももしかしているのかも。で、今全館空調が流行りです。だからどこのハウスメーカーも出してますよね。だからまあすごく気になる方は気になるのかなと思います。まあこれに似たような話で、高気密高断熱って必要なのみたいな動画を作ったことがあるので、カードに入れときますので、ぜひその動画も見てほしいなと思うんですよね。全館空調のまず家のイメージとしては、すべての部屋が温度差なく快適になるから全館空調ですよ。快適そうですよね。でも電気代高そうですよね。メンテナンスも大変そうですよね。でもなんだか高級そうで、なんか自慢できそうですね。自分の家が全館空調なんだよとかですね。自慢ができるのかなみたいな感じですね。でもそう、高級だからこそ費用がかかるので悩むんですよね。入れるか入れないかみたいなところで、なんとなくですけど、タワーマンションのイメージのアンチのイメージに似てるんですよね。アンチイメージっていうのは、全館空調なんて入れたら失敗するよみたいなホームページとか結構出てるのがありますよね。でもそれって本来憧れてんじゃないのって話なんですよね。タワーマンションなんかこれから価値が落ちるなんていう方もいますけども、そもそもタワーマンション買えないからじゃないの、本当は買いたいんじゃないのっていう話と似てるような感じがします。憧れの存在ですよね。家としてのシステムの中で言うと、全館空調があるって本当にいいなって私は思います。憧れてしまうからこそ失敗したくないっていうのがそもそもの考え方かなと思います。で、導入しない人がだったら批判しちゃおうっていうイメージがあるのかなとは思うんです。きっぱり私の主観では不要なんですけどね。全館空調不要じゃないかなって。一般の戸建て住宅では不要かなって思うんです。私もアンチなイメージかな。本当にっていうところで。それはですね、入れられたらもうこの事務所も全館空調ですって言えた方がいいなって思うんですけど、全館空調じゃないです、この事務所は、ね、入れられたらそれは入れたいです。お金がいくらでもあるんだったら入れたいなっていう印象です。だから入れられる人は入れていいのかなって思います。全館空調とはっていうところで、結構曖昧な用語なんです、全館空調って。基本的には、家一棟全体を空調するっていうのが空調ですよね。空調って何かっていうところで、空調には実は換気システムが入ってないことが基本一般的ですよね。だけども現在導入されている全館空調は換気システムも併用しているのが主流になっているっていうところです。実際には空調だけの全館空調っていうのもあり得ます。で、本来のネーミングとしては全館空調換気システムっていう言い方の方が正しいかなと思うんですよね。換気と空調を全館で統合したシステムみたいな、だんだん難しくなってきますよね。で、ここが問題なんで、システムが複雑だとそれ以上本来のことを忘れてすごいものだって思うだけで憧れになっていくみたいな感じで。ですかね。それ以上考えられない。まあこれによって憧れで全館空調、よくわからないけれどもすごいから全館空調入れる、快適なんでしょうみたいな形で入れる方もいれば、それで失敗しちゃう方もいれば、導入しなくて全館空調今流行りですよね。3年前に建てた方なんかあんまり全館空調言われてない時代とかはそんなのもなかったわみたいな、ちょっと悔しい思いが残る方もいるのかなと思います。全館空調を簡単に分かりやすく説明
して理解できれば、自分が選ぶべき全館空調が見つかるかもしれないし、そもそも全館空調いらないんじゃないって思うかもしれないっていうところです。簡単に説明すると、外の空気を空調して、入れて空調してですね、これが換気を入れて、でそこで空調して、で各部屋に送って快適にすると。で汚れた空気を集めて熱交換をして、入れる空気と熱交換をして外に出す。これが全館空調換気システムの概略ですよね。簡単に図にすると、家があって4部屋あったとしますよね。4部屋あったとします。外の空気を入れて、ここが換気システムです。熱交換換気システムで、換気して、それを、これが、空調システムですね。室内側の空調システム。これに、室外機がついてるような感じですかね。ここで空調して、外の空気を入れて温度を調整して各部屋にダクトで運んでいくと。でダクトで運んだら、その今度は排気側のダクトへ全部、その各部屋につながってるダクトから、集めて、でここの熱交換システムで外から入ってくる空気と出す空気を熱交換して排気すると。このシステムの循環で全館空調換気が全部できるかな。で、この場合、例えばこの部屋は完全密閉されてても、ちゃんと空調できるし、生きていけますよね。空気が入れ替わっている。なので、できるだけ密閉してた方が効率がいいっていうところですかね。結構単純で、それを結構複雑にするんです。この入ってる時に何とかフィルターから何とかでどうのこうのみたいなの出した時には、ここでこういう熱交換をしてみたいな形の複雑にしていくっていう。で、いろんな付加価値。PM2.5 が 99.何% 取れる何とかフィルターですとか、いろんな、この入ってくるとこが床下だったりとかいろいろあったりしますよね。付加価値をつけると。で、なんだかわからなくするのが全館空調換気システムですかね。かっこいいですよね、名前が、ね。なんか男の子が好きなんでしょうね。だから基本こういうの大好きな男性が好きなのかなと思うんです。もっとわかりやすくというか概略的に、概念的に説明すると、大きな一軒の家があって2階建てだとしますよね。で、間仕切りが一切ないんです。もうトイレもここにあって、お風呂もここにあったりします。キッチンもここにあって、間仕切りが一切ない1、2階。で、ここ吹き抜けです。で、この家をどういうふうに、まず換気をするかっていうと、一番簡単なのはこの換気扇を入れますね。換気扇で外に出す。でも、この家がすごく密閉度が高いとですね、空気出しても、入るところがないと、出ていかないんですよね。なので入る吸気口をつけます。これが第三種換気システムっていう、また難しい名前になってくるんですけど、排気型の家です。じゃあ、この家を、これで全館換気システムは整ったんです、まず。間仕切りがなくて、一体空間になっているところに換気扇をつけて換気口をつければ、全館換気システムになります。ここに空調を入れます。じゃあ夏場エアコン入れたいなっていう時には、どこに入れるかっていうと、夏場のエアコン、冷気をするんだったら上につけた方がいいんですよね。2階の一番高いところ。で、冷風を吹きつければ、徐々に空気が行き渡って、全体的に同じ温度になります。ほぼ同じ温度になると思います。この家がすごく断熱性能が高くて、気密性能が高い場合ですよ。じゃあ冬場どうするかというと、このエアコンを本来は冬になったら1階に下ろせばいいんですけどね。簡単にエアコンって下ろせないので、じゃあ1階にもエアコンをつけて、今度暖かい空気を入れていくって形ですよね。入れるんじゃなくて、この室内の空気で暖かい空気にしていくっていう形。
で、間仕切りがないから全体的に行き渡るって。この2台のエアコンでかなりの高断熱の家で開放的な間取りにして換気扇を入れていく。これで全館空調換気システムが出来上がるっていうことです。で、ここで大事なのは、ここすごく考えてほしいんですけど、換気と空調は別物なんです。換気は、まあ日本では建築基準法で2時間で1回、この空間が2時間に1回空気が入れ替えるようにしなさいよっていう法律があります。で、換気っていうのは人がたくさんいると汚染するんですね。人は呼吸をするので二酸化炭素を吐いています。酸素を吸って二酸化炭素を吐く。その空気の汚れたものを排出しないと酸欠になってしまうので、排気をして、例えば三種換気だったら新しい外の空気を入れていくという形です。でも空調っていうのはこの換気がなくてもできるんですよね。逆に言うと換気がないほど効率がいいですよね。ただし人がいっぱいいるってずっといたら二酸化炭素が充満して気分が悪くなっちゃいますけどね。なので本来は換気と空調って別物なんですよっていうのを分かってほしいんです。あと空調に必要な風量は換気に必要な風量よりも多いんですよね。その1時間2時間に1回入れ替わる換気量って風量で決まってると思うんですよね。何リューベ出せばどれぐらい入ってきて空気が入れ替わる。その風量よりは冷房の場合ですね。冷房の場合はもっと家をかき回せて空気をいろいろ集めて冷やさないといけないんですよと。だから空調にかかる必要な風量の方が多いんです。換気量よりは。で、そのバランスを取るのが多分難しいんです。全館空調って。だから、実際には全館空調は全部排気してるわけじゃなくて、一部循環させてるはずなんですね。で、もっと言うと、冬型は放射熱でもいいんです。この冬のエアコンですね。冬のエアコンは、例えば薪ストーブとか、床暖房とか、その空気をかき混ぜない暖房でも可能なんですよね。で、全館空調システム欲しいですかってなるんです。これがまず分かってほしいです。全館空調の問題点として、長期的なメンテを考えていないんじゃないかな。明らかに考えてないんじゃないかなって私は思います。流行りだなと思ってますね。で、空調機器が必要なスペースが明らかに少なすぎるんです。もっと大きなスペース。アメリカは基本的には全館空調らしいんですよね。ほとんどの家は。その空調が入る部分ってどっかっていうと地下室なんですよね。地下室の巨大なスペースで空調をして、で、それを各部屋に送るダクトを入れていくみたいな。日本は床下も狭いし、小屋裏も少ないし、どこに空調入れるのって無理やり日本の技術で小型化して入れてるっていうところがあるかな。まあそれがある意味はいいんですけれども、後々問題になってくるなとは思ってます。そもそもいろんなホームページ見ました。いろんななんとか空調とかね。見て、もうこれ言えないんですけども、そもそもその基本的なシステムがうまくいってないんじゃないっていうシステムもありました。これ本当にちゃんとうまくいってるのってありました。空調は先ほども言ったんですけど、夏型と冬型が違うっていうのは本来すごく重要なことですよね。でヨーロッパとか寒い地域だと単純ですよね。夏型は考えない、空調全館空調システムを作ります。冬型の例えば窓際にオイルヒーターみたいなとか、温水循環のヒーターみたいなのを入れて、冬は暖房するんですけども、夏は特にその換気システム、
空調システムなんかないんだよっていうところもあります。だからヨーロッパだと猛暑になると皆さん熱中症で亡くなる方いますよ、ね。エアコンがないからっていうところですよね、そもそも。で、この話もすごく重要なんですけども、今ホテルって個別エアコンに切り替わってるんです、どんどん。昔はホテルとか巨大なビルって全館空調ですね。ホテル、ビルは当然なんです。で、まあ、ホテル泊まって方で経験する方いると思うんですけど、なかなか温度調整が難しいっていう時があります。全館空調の場合。で、今は手元にエアコンがあって、そこに壁にエアコンがついているホテルがたくさんあると思います。個別エアコンです。その方が、ホテル的には各部屋が孤立しているので、まあ、個々に温めて冷たくしてっていうのをした方が有利のは有利なんですけども、その方がうまくいくっていうところがあるかなと思います。なので、温度調整が難しいんです。全館空調。基本的に全館空調の温度調整っていうのは風量で調整します。その各ダクトにをからの温度を変えることは技術的に無理だと思うので、全体に空気が入った上で、夏場だったら、寒くしたいんだったら風量を上げるんです。風量を上げる。冬場も寒いんだったら、暖かい暖房の空気を風量を上げて暖かくするみたいな形なんですね。で、その風が問題だっていうところもあるかなと思うんですけどね。温度調整が難しい。で、断熱気密性能がそもそも不足な住宅もちょっと見られるので、ホームページ見る感じ。それでそもそも全館空調回してて大丈夫なんですかねっていうか、相当エネルギーを必要とするだろうなって思います。なので、私から言うと、まずは高気密高断熱にできるだけコストを傾けてもらって、さらにそれでも余ったんだったら全館空調入れればいいんじゃないっていう話です。結論ですね。買えるなら導入して自慢してくださいっていう話です。導入しない方はですね、間取りで工夫をしていくっていうのが重要です。まあ、間取りをできるだけ空調を少なくする間取りっていうのがあります。それが本来はパッシブデザインとか、っていう考え方の一つの考えなんですけども、そういう工夫をして、全館空調が必要でない温度安定を図る空間を作るっていう方がよっぽど私は好きですけどね。はい。導入するなら断熱気密性能を上げろと。とにかく上げろっていう形です。特に気密性能を上げた方がいいですよね。で、まずシステムをよく理解した方がいいですね。で、全館空調もし入れる方は、こんな質問をそのメーカーの方に質問してください。一つは、トイレと浴室はその全館空調システムの中でどういう経路になってますかっていうところです。まあ、基本お風呂はその経路に入らないで、ただ伏せるだけの三種換気を入れるっていうのが一般的な。で、トイレが微妙で、トイレもその換気システムに入れるっていうところもホームページであったんですけども、その場合に匂いとか、その汚染物質とかのフィルターを介してちゃんと大丈夫なんですかねっていうのを確認した方がいいってところですかね。将来の維持メンテについて、もう50年以上の維持メンテについてしっかりできるんですねっていうのを確認してほしいです。で、ダクトのメンテですね。吸気ダクトは特に自分がこれから吸気入ってくる空気なので、これから息をする空気が入ってくるダクトのメンテナンスはどういうふうにするんですかっていうのを十分確認してほしいっていうところです。はい。今日は全館空調システムですかね。まあ、憧れですよね。で、今本当に流行ってます。流行りなんですよね。流行り。もっと私的には断熱と気密をしっかりとするところにコストを振り分けて、その上で間取りの工夫をしっかりした上で、さらに
全館空調が欲しいんだったら入れていいのかなって思いますけどね。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。